どうやって。エンジンついてたっけ。どこぶつけたんやったっけ。あ、ここや。ここちょっとぶつけました。これなんかノーマルと、今日は5月5日火曜日です。ノーマルモードと、ノーマルモードと、ETC カードが挿入されていません。これなんかノーマル、ここのボタンで操作できるんですけど、ノーマルモードとパワーモードみたいな。ノーマルで、これがパワーですね。なんか3種類あるらしくて、僕はいつもエコモードにしてますね。中はこれですね。こんな感じで箱になってますね。これはいつも使ってますね。エアースペンサーですね。これのシャイニーブルーかな、いつも使ってるやつ。中はもうこれなんか工具めっちゃ汚いですね。バスケットで、これがボクシンググローブです。バットがありますね。竹バット、ブースター、これ最近買ったやつですね。もう僕はプリウスがずっと乗りたいと思ってたんで、なんか少年野球の時とか、まあ、高校の監督もそうですけど、お父さんもそうなんですけど、まあ、金持ちはプリウス乗るみたいなことが小さい時あったんですよね。なんか知らないですけど、まあ、実際そんなことないと思うんですけど、まあ、ローンがあって支払いとかを止めてなかったらローンとか普通に通って、まあ、買うことは普通にできるんですけど、まあ、維持費の問題とかあると思うんですけど、でも7年ローンまで組めましたね。まあ、5年、6年、7年で組めました。組めますね。5年、6年、7年ローンを組めますね。ノーマル、エコ、パワーって3種類あったんですけど、ちょっとそれ試したんですよね。1回試して、で、パワーが、手動が遅いんですよね。エコカーやからか。そういうの聞いてて、で手動で走ったんですけど、ちょっとアクセルなかなか踏まんとこう動かないんですよね。なんですけど、ノーマルでやったらアクセルちょっと踏んだだけで結構行きました。おすすめですね。で、僕1週間車通勤してるんですけど、仕事で、でバイパス乗って行くんですけど、だいたい1回のガソリンを入れるのに3600円ぐらいかな。結構毎回行っとったんですけど、プリウス買えてからは、なんぼやろ、いつも1900とか、まあ、最近コロナの影響でガソリン代が安くなってるからかもしれないですけどね、結構大幅に少なくなりましたね。半分より、半分上ぐらい、ちょっと上ぐらい。なんで、おすすめですね。ぜひ、ちょっとね、興味がある方は、ショールームとか何でもいいと思いますので、見てください。あの、モニターが結構憧れなんですよ。まあ、好きな車とか人それぞれだと思うんですけど、ちょっと今日はプリウスの紹介でした。バイバイ。